ヌメヌメの王者、どうもトミックです。今回のビデオはね、このリクエストがね非常に多かった。前やったあのヌタウナギ、なんか土壌をなんかもっと気持ち悪くしたような感じですね。あれをもう一度やってくださいと。やろっか。ヌタウナギという、ウナギじゃない魚でもない謎の生物をさばいていきたいと思います。このヌタウナギは川になんかその水をなんかゼリー状にするなんかそのあるのね。だから基本的にヌタウナギ水で洗うのはね NG なの。排水口がね大変なことになるからね。じゃあとりあえずね、ヌタウナギはそうだね、皮を剥ぐっていうか、もうなんかすごいなんか嫌な予感しかしない。これなんか絶対なんかさ、もうやったらなんか絶対後悔するよね。じゃあね、ヌタウナギはどうやって皮を取るかっていうと、頭のね部分のここをね切り取って、こっから皮をムキムキムキって剥く。ヌメヌメでちょっと取れないんで、ヌメヌメの部分を持ってあげて、こうやって、うわー違う、ほらこうやるとね結構綺麗に剥けるからね。よいしょ。うわー違う、ヌタウナギの白いブツブツがこの水をねジェル状に変えるやつさ。でかいヌタウナギだな。ヒュイーン。うわー、あーあ、うわー、びっくりした。内臓かヌタウナギちょっとトラウマだからなビビった。この血がね、よいしょ。これなんか嫌な予感しかしない。うわー、なんでこんなに、ブリ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 出てきた。皮さえね剥いじゃえばヌメヌメはないから。で大体ね、皮が剥けたので内臓を取ってね、ちょっとテンション低いほらほらほらね、多少はマシになったでしょ。なんか他の魚の内臓は触れるんだけど、なんかヌタウナギだけは無理だなすげえ綺麗な白子だな。これがヌタウナギの内臓でこれが皮を剥いだヌタウナギ。内臓引っ張ったらなんか反応した。やっぱトラウマってなかなか治んないよね。俺の苦手な魚介ができました、ヌタウナギです。今回はヌタウナギで天ぷらを作っていきたいと思います。はい、天ぷらはね非常に簡単だ。いや非常に簡単でもないけども、まずぶつ切りにする、天ぷら用にね。ちょっとこうやって見ると結構綺麗でしょ、ヌタウナギ。なんか次ヌタウナギ調理するときはなんかもうさばかれた状態のヌタウナギを調理したい。天ぷら粉をね作ったら、このね水気を取ったヌタウナギを天ぷら粉につける。さあみんな、天ぷらを作る、さばいた、天ぷら粉につけた、俺なんかやり忘れてないか。そうだね、油を鍋に入れて火をつける作業だね。できました。なんかタコの天ぷらみたい。いただきます。ヌタウナギの天ぷら、タコの天ぷらをもうちょっと歯ごたえを強くしたような感じ。タコの天ぷらじゃ歯ごたえが足りないよって人におすすめかもしんないけども、まあヌタウナギはヌタウナギだねって感じだね。ただやっぱさばくのはちょっとなかなか厳しい。